お散歩ポポポ。今回はセリアのワームを勝手にランキングしたにゃ。買ってきたのはこの5つにゃ。1つのワームを30分使ってみてランキングしてみたにゃ。釣り初心者のパパさんが勝手につけたランキングだから怒らないでほしいにゃ。3位はシャットテールワーム緑にゃ。お尻をフリフリして進んでアピールするにゃ。投げ始めて15分ほどで当たりが出だしたにゃよ。すごいね、丸のみでいったの。2位はシャットテールワーム赤にゃ。少し濁った水質のこの川では赤色の方がバスさんからよく見えるのかにゃ。投げ始めてすぐに当たりが来たにゃ。どっちゃんとランキングしたな。1位はピンテールワーム白にゃ。サイズが大きくなくて食べやすいのかにゃ。ピンクと白の2種類が入っているにゃが、白の方がよく釣れたにゃ。ズナマさん、ナマズさんにも効果があったにゃ。
この2つはこの川には合わなかったみたいにゃ。順位はこんな感じにゃよ。バス釣り初心者のパパさんの腕がないだけでどれでも釣れるのかもしれないにゃ。だけどセリアのワームも侮れないにゃね。また新しいルアーを見つけたらランキングしていくにゃ。次回も楽しみにしててにゃ。それじゃあ、まったにゃー。